はい、カメラ変わりました。こちらの方ね、小野田さんだ分かると思いますけども、こういったデジカメとかで動画を撮ってると、なんかね、時間が経つともうこれ以上録画できませんよって感じで上がっちゃうんですよね。で、今同じカメラを入れ替えて、色違いなんですよね、撮影続けてます。レンズがちょっと曇ってますんでね、ザーザーになってますけどねまあさっきね、何を話したかなってことなんですけども、ちょっと忘れちゃいましたねいろいろやってるうちに、まあ不安とか不満はそのうちに消してるってことと、そうですね、私たち あのビジネスっていうのは、そのマーケットからね、自由に時間とかお金を取り出せるってところがメリットなんじゃないかなと思います。会社経営をしてると同じようなことを感じるんですよ。会社経営をしてるとマーケットから自由にお金とか時間を取り出します。場合によっては自分の会社の社員から時間とかお金を取り出すんですよね。で、そう考えていると、会社の社長をやって、何人かの人を雇用してるっていう経験も私も非常に良かったかなと思うのは2つあって、1つはね、絶対に人を雇っちゃダメだっていうことなんですよね。動きが遅くなりますし、その搾取されるんですよ、従業員からね。パフォーマンスの悪い従業員から搾取されて、あとやっぱり人生背負っていかないといけないんですよね。人生を背負うのは社員じゃなくて家族で十分なんですよね。で、今私は人を雇っていないんですよね。で、もう一つの、デメリットがね、もしあるとすれば、やっぱりね、社員がいることによって、いろんな、ね、要求が上がってきますよね。その要求に対して会社の資産を使わないといけないってところがあると思います。でも今こうやって独立してると、いろんな相談事は受けるんですけども、そこには必ず発注ってものがあるんですよ。費用をいただきながらその人の問題解決をするっていうようなビジネスが成り立つんですよね。でも自分の会社の社員が何か相談事を持ちかけていた時に、お金ちょうだいって言えないんですよ。どちらかというとこちらで給料を払わないといけないんで、古いモデルなんですよね、こういうのもね。で、サラリーマンをやって、こういった人を雇う社長をやって、で、今は一人ビジネスをやってます。そして今は隠居してます。こういう経路でできてるんですけども、吉田さんもね、多分思われてると思いますけども、本業なんだってことなんですよね。で、本業っていうのは、収入の額のことではないと私も思います。収入がたとえサラリーマンをやりながらね、副業で月に1万だとしても、その月に1万自分自身で稼いだ1万円っていうのが本業だと思うんですよね。で、副業でこっちで会社の設定した資料とか、会社の設定した顧客と、会社の設定したマーケットに乗っかって、なんとなく給料をもらってるというのが副業なんじゃないかなと思いますね。これからそういうふうに収入イコール仕事っていう概念もだんだん外していかないといけないのかなと、だからね、私が思うんですけども、起業とか副業ってもうぜひやってくれと。サラリーマンの方であればあるほどやって、社長とか経営者とか上司は何を求めてるのかなってことを、それによって知ることができるんですよ。プラスお客様が欲しがるものを本当に知ることができるんですよ、自分の商売やると。そうなったらね、勤めてる会社の中にお客さんのニーズはこういうふうに動いてますよっていうふうな提案もできるんで、会社の中でもすごくね、出世することができると思うんですよね。だからサラリーマンの方、副業禁止とかなんとかあっても無視して、自分の仕事を作った方がいいです。それこそメルカリ転売やってもいいし、アフィリエイトやってもいいし、カメラ転売でもいいですね、 YouTuber でもいいと思いますよ。とにかく自分のビジネスを、スモールビジネスをちっちゃくてもいいから持って、月に1000円稼ぐってやつでもいいと思いますよ。その1000円稼いだ1から10までが全部今やってる、いわゆるね、多くの人が考えてる本業ってものに生きると思います。多分これが足りてないんですよ、多くのサラリーマンさんが挫折する、不安を感じるのは。自分でお金を稼ぐことができるっていうね、それこそ今みんなの銀行っていうのがありますけどね、みんなの銀行はね、私が吉谷さんにしつこくやってください、やってください、やってくださいって言って、やっと吉谷さんがやったのを、あ、いいじゃんこれみたいな感じで吉谷さんが気づいたってことなんですよ。とにかくしつこく私はね、進めますからねそういうふうなことを言えば、サラリーマンでしつこく進めることはあんまりないと思うんですよ。で、サラリーマンでしつこく進めても、結局はうまくいってもいかなくても給料に大した差はないんで、どっかでね、あんまりしつこくやったら切られちゃうのかなと思いましたね。でも自分でビジネスやったら、私飛び込みのね、営業とかもやったんですけども、自分の会社作って、しつこくやってお客さんから切られるんだったら、そっちの方がいいんですよ。じゃあこの家にはもうね、二度と行かなくていいんだなっていうふうに、ちょっと気が楽になるんですよ。でも生半可にやっちゃうと、お客さんも当たり障りのない断り方をするんで、期待を持ってまた行っちゃうんですよね。この
本当は期待を持ってるんだけども希望がないところにまた行っちゃうっていう時間的ロスとかね、意識を割かれるところっていうのは非常にねお互いに無駄だなと思いますので、ダメならダメではっきりした方がいいかなと思いますから、もうねしつこく進めて完全 NG されるまでやるというね、これは対女性に対しても同じですけどね、完全に嫌われてストーカー扱いされるまでずっとね愛情表現をしていくってことは、私のねミッションの中でもありましたけどもね、今の奥さんができてからもう女の子とはね全然遊ばなくなりましたけど、それでいいかなと思いますね、でサラリーマン有利なんじゃないかなと思うんですよ。だから基本的にはね、なんでサラリーマンが有利かっていうと、だって会社の看板使えるわけでしょ、で組織の資源使いたい放題でしょ、でヘマしても責任は会社にあるわけでしょ、で自分が入社する前から積み上げてきた会社の信用を使うことができて、その会社をたとえ離れてもね、以前こんな会社に勤めてましたって言って未だに言えるわけですよ、ね、以前パソナに勤めていたんですよって言ったりね、以前私もそうですけど麻雀店やってたんですよ、それをレバレッジにして、いや元麻雀店の親父がこうなるんだよっていう風なね情報発信につなげていくこともできるということですよね。だからサラリーマンはかなり有利なんで、今サラリーマンでいる方はラッキーですよ。副業して自分のサラリーマンとしての立場をより深く知ることによって、自分がねサラリーマンで居続けるのか、それともサラリーマンを脱出するのか、サラリーマンをやりながら自分の会社を持つのかっていう選択肢を持てると思うんですよ。で今から私たちはねサラリーマンやろうと思って もう無理なんで、自分で作った会社に自分でね採用してもらうしかないかなっていうところですよね。冗談みたいですけども、まあ小野さんが就職活動してる時の話って非常に面白くって、オリジン弁当にね落ちたりとかね、牛丼屋に入れなかったりとかね、いや本当にねそのものですよね。私も派遣会社に30代の頃何社受けたか分かんないですけども1社も通らなかったというね。だから派遣会社で派遣切りだとかって言われますけども、もともと私派遣切りの大先輩ですよ。で派遣切り そもそも採用されない派遣切りの以前の問題ですからね、だからどうしようもないところにいたかなと思いますよね。でこれからビジネスっていうのは中高年であり、それからもっと言ったらね老人のものだと思うんですよ。自分が自由に自分の残りの人生を雇われずに生きるためには、雇われるんじゃなくて自分の人生を売っていくっていうかね、自分の若い頃にあったビジネスとか若い頃にあった経験とか若い頃に脱出した危機だったりね、そういったものが知識情報としてこれからどん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 売っていけるのかなと思います。まあいろいろとねテーマ変えながら長話しちゃいましたけども、小野田さんとビールを飲むようなことがあったら、こうやってねどんな話題でも一緒に立ち向かっていけると思うんですよね。で本当に貴重だな、ありがたいなと思うのは、こうやって小野沢さんと今でも友人としてねお付き合いしていただけることかなと思いますし、小野沢さんがねやっぱりいてくれてよかったなって私が思っているところですよね。中にはね私の速稼塾っていうもので一山当てて、その後ビジネスがうまくいかなくなっちゃったんだけども、久保さんの弟子ですっていう言葉を使いながらね、その信頼を使って人からお金を借りてドローンするやつも出てくるんですよ。でそれで何が悲しいかっていうと、私がいくらねそういうやつに呼びかけても向こうの方からもうね後ろめたくって会いに来れなくなっちゃってる、縁が切れちゃうってことなんですよ。だからなんかね、その不正なことをしたりとかすると、結局は長い人生の中で一方的な損失しか出さないってことなんですよね。その時は良くても。でもビジネスっていうのは、目先の損をしてでも長い間の得を取れって言いますよね。あの人は自分の損得抜きにやってくれる人なんだなと。質問をちょっと、ね、メールで1行2行上げたら、30分40分の動画を作って熱心に答えてくれるなっていうのが、その場では損だけども、それが多くの人にどう映るかですよね。一人の人に徹底的に時間を割いて労力を割いて能力を割いてくれる人に対してこれ信頼されないわけがないんですよ。でもお金をもらえないとそこから話せませんねみたいな人をすぐに言う人っていうのはどうでしょうかね。確かにそうなんだけども、やっぱり人は離れていくんじゃないかなと思います。人っていうのは結構自分勝手なんで、こっから先はお金がかかるよって言われたらもう払いたくないんですよね。だからもういいやってなっちゃうんですよ。ただの人どうかなって探し始めるんですよ。でただの人がいたらありがとうございますになるんですよね。それが人間の本質だと思います。自分は全くお金を出すことなく他者を無料で働かせることにはもうね何の罪も感じないっていう、ね、それが人間のスタートラインだと思います。でもさすがにそういうことをずっと繰り返される、いつ
クエスチョンを出してもアンサーを熱心に答えてくれるって関係がずっと続くとさすがに悪いなと思うんですよ。その時にあ、この人商品持ってたなと、恩返し代わりに商品買ってみようかな、自分のためにもなるしって感じに、まあ、気持ちがスイッチしてくれたら、まあ、私の商売は大成功ってことなんですよね。私は見返りを求めてやってるわけじゃなくて、隠居暮らしってのは何かっていうと、あの塾を売らなくてもやっていけるってことで販売に全然焦らないんですよね。でもコンスタントに売れていく、本当にありがたいことだと思います。そしていただいた塾費用は全て塾生さんのために使っていく。だからね、時には家族に待ってもらってね、塾生のために、出向いていくこともあるのかなと思います。で、小野里さんと私の関係っていうのはもう友人でありビジネス仲間であり、土屋塾というね、本当に私たちのビジネス人生の中央を貫く財産だと思いますよね。そこに集まったあの大いなる仲間だと思います。で、私がね、皆さんの小野里さんをはじめとする吉田さんもそうですしね、皆様の実績に傷がつかないように速化塾ってものをね、もっともっと小さくとも、透明感のある清廉潔白なもので、あ、作り上げていかないといけないなと思いますし、私自身がね、不自由しちゃいけないなとそこそこなんかね、夢と希望を与えれるようなね、人生をね、オリンピックじゃないですけども、暮らしをしないといけないなと。久保哲郎は家族をね、ものすごく、愛していて、もうステレオタイプの昭和のお父さんを演じているとそしてそれが何よりも楽しいんだってことなんですよね。で、充実してるからこそ家族以外にも愛情を向けれるんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですけどね、はい、人生はそれぞれですから、私のようになることが正解ではないと思いますが、少なくともうだつの上がらない麻雀店のオーナーで借金がね3000万あったところからでも、インターネットビジネス情報発信によって10年も経たないうちにこうやって隠居暮らしをね5年以上送ることができると。そして何よりも小野里さんは、小野里さんや吉谷さんという素晴らしいね凡事徹底の友人ができるってことはね、本当に嬉しいことだと思います。凡事徹底っていう言葉はね、私の深く胸に刻まれてますけども、まさか自分がね凡事徹底 の代名詞だというふうなね呼ばれることも多々あるわけですけども、あ、自分がいつの間にかそうなってるなと。確かに動画を1日に何十本も上げて何年経つんだろうなと、もう8年になるよみたいなねそれはきっと小野里さんがセミナーをやったりランチ会に行ったりとかね、カメラのそれこそ転売を一生懸命やっていたりとか、メルマガを一生懸命書いたりとかね、そういうことをコツコツやってるのと、やってることの種類はね違っても同じことだと思うんですよ。だからこそコツコツやってる人が実績を出すことを喜べるし、コツコツやってる人が、いてくれることに私はね非常に嬉しいなと思います。だってね、小野里さん2013年2014年ぐらいからの付き合いじゃないですか。いまだにこうやっていられるっていうのは、本当に私がね小野里さんに、まあ、ある意味ねいろんな面で許してもらってるってことだと思いますし、私が小野里さんを憧れ続けてるってことだと思いますので、これがちょっといい関係ってことなんですよね、きっとね。それじゃあ続きはですね、また次の動画もしくは新橋でビールをねご馳走になってる時にやりましょう。今ちょっとね路上飲みとか言って、最近の若いやつは酒飲まないって言うんだけども、実際飲んでみたら路上飲みで怒られるみたいな、そんなことがあったりね、小池都知事はね自分たちは宴会しといて、宴会というかねなんか歓迎会やっといて、私らには4連休をね家で過ごせっていうねホームレスに家で過ごせっていうところもあるのかもしれないですね。はい、すいません、以上でございます。じゃあね、これから深夜のピザを食べます。145円、楽しみの一つでございます。ジャンクフード未だに手放せないですね。それでは行ってらっしゃい。